風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才能目次第映画バクトの看板しって歩いて見せますキレマの天地そうやつの名はザ・シネマハスラー はい、相、え、田、ー、監督ありがとうございましたねもうついつい話し込んじゃいますからねえー、ということで時刻は今10時1分になったところです東京赤坂 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしております「ライムスターたまるのウィーケンのシャッフル」改めましてこんばんはパーソナリティーの歌丸ですあそっかこっから聞き出した人もいるのかあのー、今東京というか全国で順次公開中のドキュメンタリー映画「ピース」の監督相田和弘さんをお招きして、えー、ついついえー 数秒前までお話を伺っていたところでございます。えー、ということで、ここから夜11時までの1時間、TBS ラジオキーステーションに、地方ネット会の小田裕二と福山雅治こと、OBS 大分放送と MRO 北陸放送をネットしつつお送りいたします。えー、ここからの時間、毎週サイコロを振って見に行く映画を決め、えー、前にどんなにけなした映画だからって続編もけなすとは限らないかもしれないよがた、無差別映画評論コーナーザシネマースラーの時間です。先週サイコロで当たった映画はこちらアンダルシア、女神の報復。 映画「アマルフィ女神の報酬、えー」テレビドラマ「外交官黒田耕作」に続く織田裕二主演のちょっとこれが流れてくるとやっぱ笑っちゃうんだよな織 <laughs> 田裕二主演のサスペンスアクションシリーズ最新作海外で極秘任務を遂行する法人テロ対策室に所属する主人公が日本人投資家の死の調査に乗り出したことで国際的な犯罪に巻き込まれていく織田裕二演じる外交官と反目し合いつつ共闘するインターポールの刑事に伊藤英明謎めいたヒロインを黒木メイサがそれぞれ演じるということです はいやっぱこう、いつタイムトゥーセイグッバイ効果はちょっと強力なものでありますね。はい、えー、ということで、ですねえー、ともうこのアンダルシア女神の報復ご覧になったリスナーの皆さんからの、えー、メールも大量にいただいておりますありがととうございますえー、とメッセージの量はまあ普通なんですが、えー、全体の傾向として、ですねあれ、意外とっていうね。えー、前作 アマルフィ、女神の報酬は、まあ、この、えー、とシネマハウスラーというコーナー市場でも屈指の途方策作として、えー、認定済みですね、はい、後ほどちょっとどんなこと言ったのかも言いますけどね、えー、それと比較してあれ意外と今回はまとも と困惑しつつも、えー、評価する意意見見が結構大半半を占めたたたとと、えー、前半よりりつままらなかったというももありました、えー、もちろん欠点もそれなりに多く、えー、手放しで良い映画と褒める人もいないんですがと、えー、結果一番多かったのはとんでも映画を期待して見に行ったのにそこそこの出来の映画を見せられて困惑というようなムードということでございます材料、えー、的なところをご,ご紹介いたしましょう、えー、味噌吉さん 前作の印象を思いいいっっききり引きずっているせいかどうせあれなんだろあれな出来なんだろという心の中で他人がこけるのをワクワクする状態で見ましたがまあ分かりますよ、うん、い,いや前作よりは結構まとも話としては結構面白いかも。 とというのが正直な感想ですと、えーでまあまあ、不満とかも上げて、ね、いただきつつも織、えー、田裕二のもっさりとした鈍重な演技はもはや国宝級なので置いておいて、えー、黒木メ郁沙と伊藤英明の演技プランがはっきりしていないのがこの映画を改作といえない要因だとあ、まあまあ、ちょっとマイナスポイントも上げているでもまあ意外と印象が良かったみたいなことですかね,、えー、とね鑑賞前日に北海道男性のどさんこさん えと鑑賞前日に前作の DVD とポッドキャストしてますが、ねえー、気合を入れてアンダルシア、女神の報復映画を見に行きましたが結構楽しめて消化不良というかなんというか結構楽しめて消化不良というね <laughs> えと前作ほどのストーリーの意味不明展開や、えー、人物の行動原理不明問題もあまりなかったように思いますと、うん、ただまあほんわかりツッコンポイントはやっぱり上がっててうんみたいなねうんうんという感じですはドサンコさんこれ評価ポイント、えー、多めのあれでしたあとはダメという意見、えー、と黒田抜け作さん えー、アマルフィで一度地獄を経験しているのでほとんど期待せずに見に行きましたそして前作よりもさらにひどい地獄を経験しましたこれアマルフィではよくないという意見、えー、プロットの穴をいちいち指摘すると最初から最後まで漏れなく突,く突っ込むことにな,れな,いのなりかねないのでそこをあえて割愛することにしますと、えーでまあ、その外交官黒田工作シリーズから絶対に名作が生まれない理由に気づいた、まあ、要はあのー、黒田工作というキャラクターに限界があるというようなご指摘だと思います、はいえー、とあとねこれもダメもう一個いこうかな肉食うさぎさん えー、普通につまらない。うん えー、良いダメと好き嫌いの評価軸で言えばアンドロシアはダメな映画だと、えー、すごく大きな犯罪が動いているんだぞ感を出しつつ結局黒田とコウタリ、えー、これ伊藤さんの、ね、演じているコウタリが進藤優香これ黒木明哉さ,さんが演じている役一人の謎を追ってるようにしか見えないスケール感の小さいチープな脚本アマルフィーの遺伝子を受け継ぐ思わず斬出してしまうレベルにダサい演出、えー、外交官黒田工作シリーズでは最高傑作なのかもしれませんがシリーズ最高傑作ってね売りがあって、えー、映画として標準のレベルにはとてもじゃないけど出していないと思いますという、まあ結構 なご意見辛口な意見はまだまだね辛口な意見でありますけどはい、えー、でも意外と良かったという意見が結構多かったようですはいということでアンダルシア、えー、女神の方あっすら皆さんリスナーンの、ね、皆さんねメールありがとうございましたさあアンダルシア女神の報復ねえーと先ほど見ました前作アマルフィ女神の報酬はですねまあもうあの要はタイトルを口に出すだけでみんな半笑いっていう <laughs> えっとまあこのシネマ柱でもですね2009年えー、2009年のシネマ柱ランキングの中で53本中49まあ 49位ですからね、まあ、ワースト5っていうことですね、えー、ちなみにあの放送作家高橋洋次さんのこの年のワーストで理由かっこ悪いっていうね <laughs> <laughs> ありましたけどねであのシネマハセラ自体も、まあ、それこそどっから突っ込んでいいかわからないからとりあえず全部突っ込むよみたいなスタイルで、えー、ものすごく長くなってまあボロカスだったわけですよ、えー、で、まあ、僕のねそのだけの意見じゃなくて、えーまあ、実際例えば制作体制的にも、えー、と原作者、えー、の あともにです、ね、途中から脚本からクレジットを外してその結果、えーね、あのハリウッド映画だったらアラン・スミシーだってねこう架空の人の名前が出るところも脚本のクレジットがないっていうものすごい異例の事態、えー、そんな異例なぐらいやっぱり制作体制がドタバタだったっていうのも垣間見れるような感じで、まあ、決して世間的にも評価は高くないっていうところだったと思いますただこのシネマハスその、えー、と前回のマルフィーのシネマハスラーの中でも僕は、えー、まあその日本で、えー、まあジェームス・ボンド的なというか世界的に活躍するキャラ キャラクターみたいのをやるんだったら、まあ、外交官が影のトラブルバスターでみたいな、えー、そのアイデア自体はそんなに悪くないんじゃんうまくいってればみたいな、えー、キャラクターシリーズものとしての根本のアイデアはそんうまくいってれば悪くないみたいなそりゃそうだろみたいな、えー、ことは言ってたと思うんですけどねで、まあ、その後まさかのテレビシリーズかっていうねただまあこのテレビシリーズ、えっと、僕ね全部見てたわけじゃないですけど総集編 を見ましたたやってたの、まあ、ほとんど日本が舞台だしちょっとテイストは結構、別物感がありましたね、はい、あとはまあその今回のまさかの劇場版続編ですよねシリーズ最高傑作って言われた時にみんな増え <laughs> たのはしょうがないですよねだっていや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 最高傑作ってそれはさああたっていうね,、えーねまあ、こういう言い方すると失礼ですけど別に人気もなきゃ評価も高くないっていうのにっていう。 なのに劇場版続編、まあ、決まっちゃってんだろうなみたいな誰もが耳を疑ったと思うんですよね、まあ、原発政策みたいなもんだろうなみたいな <laughs> 一度動き出しちゃうと止めらんねえみたいなこれどなんだかなって思いながらみんなやってるみたいな感じじゃねえのみたいな思ったんですけどねだから、まあ、今回のシネマハスラーもですねそのアマルフィの,そのボコボコに回再び的なものを期待してる人も多いんじゃないかと思うんですですだがですねだとしたらそういう人はごめんなさい 多分今日失望させると思いますなぜなら、えー、これ私の、ね、感想ね、えー、このアンダルシアこれこそ本当にまさかのなんだけどそんなに悪くなかったうんてか場所によってははっきりいいところもちゃんとあった、はいえー、からですね、うん、という感じです少なくとも前作僕の意見ですよこれ前作アマルフィとははっきり言って比較するのが失礼だっていうぐらい 見違えるような出来だと思いますねはっきり言って同じスタッフが作ったのかなっていうぐらい僕全然違うと思いますねはいただもちろんと言うべきかこれもちろんって本当失礼なんだけど、あのーまあ、ここはここで強調しておくけど、まあ、前作と通じるようなツッコミどころとか、まあ、それも吹き出したようなツッコミどころとかあとここもうちょっとなんとかならなかったのというようなところもやっぱり確かに多いですよまだそれはもろ手を挙げてもうみんなに勧める傑作ですとか そういういいことを言いたいいわけでではないですただ、ここではですね今回の,アン,あのアンダルシアに関して言えばですね確実にですねこれ絶対ありますよ、前作のリベンジをやってやろうという作り手の気概がそして進歩、えー、への意思とその結果がちゃんと現れてるんですよ、今回。でね、その前作「アマルフィ」を僕があそこまでボロカス言ったもんねこれあの結論の部分で言ってたと思うんですけど要は。 いわゆるテレビや映画の典型的な志の低さを見たからなんですよね。ほら、こういう志の低いことやるからみたいな。だからあそこまで小バカにした言い方でボロカス言ったわけ。そういう意味では今回は絶対に違うっていうか、むしろ正反対と言っていいんですよ。多分ああ、テレビや映画、上等でやってやろうじゃねえかって、リベンジ魂を感じるわけですよ。したらそのリベンジ魂、ビンビン来るから、勝ったと、<laughs> そ,のそのリベンジ魂、勝ったっていう感じですよ、こっちからですよ。だからねこっちも 要はそのいわゆるミソもクソも一緒にするような態度では望むまいと、うん、襟を正さねばなっていうぐらいの志がやっぱ詰まってるでねえー、まあそらくですけどその前の,そのアマルフィはさっき言ったようにその脚本クレジットがなくなっちゃったみたいな感じでとにかく制作体制がよっぽどドタバタでなおかつまあいろんな口も出されたんじゃないですか、あのー、作り手側にもおそらく悔いが残る結果だったんじゃないかなと思うんです っていうのは今回のそのアンダルシアのインタビューでもですね前作がダメだったみたいな言い方はもちろんしてないんですよ、前作は前作で良かったけどただ、前作はフジテレビ何周年記念作品でなんとかかんとかでこういう作品だったからっていうのに対して今回は違ってみたいなことをねあのインタビューを受けている各人がものすごく強調してるんですねこれなんかそそのやっぱその前作品は悔いが残ったけど今回はやるんだっていうのをなんかすごいにじみ出てる感じがするんですよね、は。い でまあ、今回、何しろですねそれと比べればですアマルフィーと比べればまずは何しろちゃんと脚本家がクレジットされている。<laughs> <laughs> このレベルから褒めてんのかって思わないでくださいえっ、ー、と池上淳也さんという方がクレジットされてます、えー、と西谷宏監督の、えー、と補佐として前作アマルフィとかあと,、えー、とシネマハスラーで扱ったあれでいうと容疑者 X の献身、えー、とか、えー、なんかもやってますしあとテレビシリーズの,その外交官黒田工作とか、えー、の脚本もやってますとかね、えー、いう方ですでまあそのちゃんと脚本家池上さんがちゃんとやってるという成果と言うべきかどうか分かりませんけど 前作であれほどダサダサ、えー、もしくは、えー、過剰に説明的もしくは投げやりだったセリフ回しとか、えー、会話劇的な部分ですねが見違えるほどちゃんともう言っちゃえば気の利いたものにちゃんとなってるみたいな、えー、と思いました。で特特に今回そののすすべきはですねあの セリフによる説明方みたいなものを極力避けようとしてるのがはっきり分かりました、えーね、セリフによる説明方っていうのはもう昨今のそういう、ね、お金のかかった日本映画のデフォルトみたいなものになっちゃってますけどそ極力抑えようっていう意思がある要はちゃんと演出とセットで、えー、何かを伝える、えー、何かを表現するっていう方向にちゃんと振ろうとしてるというね、はいえー、特にその例えばエンドクレジット直前にですねこうある大落ちがあるんですけどもう一切セリフとかなくてちゃんとこう説明できているみたいなことはまあね これあの映画なんだから当たり前なんだけど,だけど当たり前と言うなかれその当たり前ができていないのが今の普通なのだからみたいなことなんですよえーでねえー、それに伴ってということでしょうかね少なくとも主要キャラ、えー、3人に関してはちゃんと血のや通ったこれアマルフィとの比較ですよちゃんと血の通った奥行きを感じさせる人物になっているねえー、何しろ主人公黒田工作ですよねえーその映画版の そのアマルフィ前作では本当にもう単に何を考えてるかよくわかんないアンド無能っていうまあ要はもう感情移入しようがねえよっていうキャラクターだったわけだけどうんとこれ、今回アンナルシアだと彼に要は多分そこも反省があったと思うんですよ彼に血を通わせようという努力の跡がはっきり見えるとまあ例えば、ねあのはっきり言ってこれ地味すぎて気が付かない人さえいそうなディテールなんだけどあの黒田耕作どうしてもコーヒーが飲めないっていうネタね、は。い えー、でねまあ,あの地味すぎて気が付かない人さえいそうだって言ったけどつまりそういう小技ね、うん、あの気が付かない人もいるかもしれないけど程度の小技なんだけどやっぱそういうのはねちゃんと聞いてくるものですよねキャラクター造形というのにあとは、まあ、相変わらずねその黒田工作、えー、スーパーヒーローの割にですね童貞かっていう <laughs> 童貞かと言わざるを言え 追えないリアクションを相変わらず取ってるんですよ前作で言うと天海祐希さんねヒロインが「よよよよ,よ」ってこうしなだれかかったのに対してこう完全に固まったまま完全に固まるっていう様で俺童貞かみたいなことをねってからかいましたけど前回今回の黒田の童貞臭さはほとんど確信犯的な演出だというふうに僕は今思ってます今は。っていうのは。 え前作同様ですねクライマックス手前でヒロインに抱きつかれ固まる黒だっていう場面がまた来るわけですよもう二の前かと <laughs> <laughs> お前またその童貞臭ささらす二の前か黒だよって思ってると思いきやそっからのまさかのヒロインが積極的にこうグーって来るとでそっからですね世にもぎこちないぎくしゃくした気まずいラブシーンが始まるというねこれあの演じる2人とも、まあまあ、黒木明生さ,さんですよ黒木明生さ,さんと織田裕二 あの2人ともものすごくラブシーンが似合わない2人なんですねで普通だったらこれマイナスポイントなんだけどこのアンラルシアに関して言うとねこれがキャラクターや物語と妙にマッチしているんですよこのぎこちないラブシーンであることというのがはいえー普通に考えてみればねあの,あの場面って色仕掛けである必要全くないんですよそのヒロイン側が色仕掛けする必要全くないであとは翌日の黒田のリアクションねなんか なんかこうはにかみながらニヤニヤ笑いしてるっていう、あのー、で済ませてるっていう非常に不自然なリアクションを取るんですね黒田、えー、不自然気あまりない普通だったらこれあんまりマイナスポイントなんだけど、えーね、私が言ってるその黒田同定説、うんえー、少なくとも黒田の同定性につけ込んだ罠と考えると合点がいくんですよねこれね同定性につけ込んだ罠 <laughs> つまり、えー、とあいつ女となると扱いが下手だからもう無理っくりチューとかしちゃえば あの仮にこっちが怪しい動きとかしても気まずくて突っ込めないに違いない <laughs> 的な罠っていうね、えー、でまあそういうね、まあ、黒田童貞説は言い過ぎにしても黒田がそういう女が苦手キャラみたいなそういう風に考えると急にこの黒田耕作というキャラクターがチャーミングに見えてくるっていうの確かだと思うんですよなんならあの仏頂面ねもう1作目は何にもったいつけた似合わない演技してんだよって思ったと思うんですみんなそれもあこいつそうじゃなくていっぱいいっぱいなんだっていう <laughs>。 人付き合いが要はすげえ切れ者っていう面もあるけどまあ単に人付き合いが下手で特に女扱いは童貞レベルでぎこちないっていうやつなんだっていうふうに思ってみるとチャーミングでねこれ僕が勝手に思ってるわけっていうよりはおそらくそういう黒田のというキャラクターの好きっていうのを作り手が今回意識的に強調してるんですよ今回はいえーなのでなんかそのぎこちないラブシーンとかもなんか なんかチャーミングに見えてくるっていうね効果があると思う、えー、で対するそのヒロインの黒木イサもどうですかね僕ね前からその黒木イサって日本でその日常的ななんかほんわかしたなんかだとかってもう本当にはまらないっていうかやっぱ美人すぎるんですよね超現実的な美人すぎてはまらないなって思っててヤマトでさえね、はい、その あもうっっちゃってるけど、ね、キムタクとの赤木春江じゃ食い合わせあんまよくねえななんて思ってたんだけど初めてちゃんとハマる役もらえたんじゃないかさっき言ったその似合わないラブシーンとかも含めて。うん、というぐらいこのねその黒木イサさ,さんが演じるこのユカ、えっと、というキャラクターね進藤ユカですかというキャラクター普通なら非常に成立しづらい複雑なある意味もう矛盾。 を晒したとか、ね、矛盾を体現するようなキャラクターなので、えー、と非常に成立しづらいキャラクターのはずなんだけどこれ彼女ならではの存在感でちゃんと体現できていると思うんですよこのキャラクターの,その複雑さとか矛盾みたいなところを、えー、まあ分かりやすいところでレベルで言えばまあゲロとかすっぴん風の,、ね、その顔までさらして頑張ってるってところもありますしあとは、えー、とそのインターポールの、ね、伊藤英明さん、ね、いいですよ 最近俺結構ファンかもってていう気がししきましたね、うん、海猿も僕ね海猿票、えー、をした時にも伊藤英明さんはいいっていう評価をしたと思うんですけど、はいえーとまあ、日本の警察を左遷されてインターポールって本当にそんなことあんのかっていうキャラクターではあるけど、えー、とこのコータリっていうキャラクターがね、えーとまあ、インターポールでその黒田とこう対立するわけですけど実は情けない。 素ののの姿というのをすす中盤の見せ場があるわけですよでこの「実は情けない巣をさらす」っていうのがまず、まあ、伊藤さんのその資質に俳優としての資質にすごく合ってるしでその中盤の見せ場となる、まあえー、要はカークラッシュからのタンクローリーを挟んでの銃撃戦からの再びカークラッシュっていう,こう場面なんですけど僕このね中盤のこの見せ場なんか結構感心しちゃいました普通に。 下手なハリウッドのアクション映画より見せ方うまいんじゃねえかなって思うぐらいあの見せ方がちゃんと整理されてるし、えー、特に2度目のカークラッシュ、えー、に関しては編集もいいのか知んないけど、えー、と敵が不意をつかれたって感じがちゃんと見事に出てるうま、んあのー、いなぐらいに思いましたであの今の日本映画でですね対策日本映画の対策に限らないです今の日本映画でアクションがうまく撮れてるなんてもうそれだけでも応援したくなるってそれは よくやったじゃねえわっていうね思いますよはいえーあとはその伊藤英裕さんに関して言えば前作「アマルフィ」でイタリアン刑事が出てきてイタリアの刑事ねボールは友達みたいなこと言ってねふざけんじゃねえよみたいなありましたけどあの前作のそのイタリア刑事相手では全く成立していなかったさせようとして全く成立していなかったバディ感みたいなものが今回はちゃんとできてるなとかはいここもはっきり進歩じゃないですか前作の弱点をカバーしに出てきてるわけですよあとは えっと、役者でいうとですね僕これうかつにも最初1回目今回も2回目なんですけど1回目見た時見終わってもまだ気づいてなかったくらい「あのブランチ」のあの人とは別人のように荒れた人物になりきってる谷原章介僕見直しましたね。 こんんななな感じもう全然俺分かんなかったっすよなんか谷原章介に似た嫌ないい嫌な感じの役者さんだなと思った谷原章介かいっていう、はいえーあのー、ハンサムスーツとは別人のようなこの谷原章介演じるその、ね、ある人物が、えー、オープニングクレジットのところで、まあ、スキーをしてるんですけどこのスキーシーンもすごい良かったですね。 あの何かわからんが明らかに不穏な感じみたいなのをすごくあのスタイリッシュに、えー、と出してたと思います。ね、オープニングクレジット出るとこって前回のアマルフィだと、もうガークーの最初のガークーポイントだったんだから、そういう意味でも進歩してるし、まあ、このスキーシーンがすごくいい雰囲気だっただけに、まあ、その後の展開からすると、実はあそこそんなに意味ないっていうのが、まあまあ、かなりガクッとしたポイントではあるんだけどね、あるんだけどね。あと えと前作から明確に進歩したところといえばこれ指摘する人も多いでしょう空撮ですね、はい、空からこう撮った絵ね,、えー、ね前作「アマルフィ」のダメさの代名詞的部分ともなりましたね要はもう肝心のアマルフィーを撮った空撮がピンボケないっていうね言いましたけど空からこうアンダルシアにぐーっとこうね列車のところからぐーっとあってアンダルシア山を越えてアンダルシアを捉えたショットがちゃんとピンと合ってる <laughs> <laughs> スタンディングオベーション <laughs>、えー、スタンディングオベーション起きてました、<laughs> 僕の心の中では、はい、<laughs> まあそんなところで褒めんなって話ですけどね、まあ、撮影だと同じ山本英夫さんってね、同じスタッフなんだけど、全体的に、あの前回にすごくいっぱい見られたような、見るからにダサいショットみたいなのはあんまなくて、えー、どころか、えーと、例えばですね、終盤。 もうクライマックスも終わったあとですかね、えっと、足を引きずりながら前に進む黒木芽をえっを、と、丘の上の,その家と一緒に捉えたこう横移動のショットがあるんですよ、そことか、まあ、要は黒木メイさ演じる新藤友香っていうキャラクターが、ね、こうもちろんこう怪我してこう一生懸命前に進んでるっていうその普通の描写でもあるんだけど、同時にその手前の黒田とした会話、その自分の居場所、わ、まあ、ホームですよねを求めてストラグルしてきた彼女のキャラクターの歩み。 えでもなかなかそこにたどり着けないみたいなそういうのにも見えるつまり絵的にも演出的にもすごく綺麗にはまったショットだなみたいな思ったりしてあこういうことするんだみたいな、えー、全体に大進歩だと思うこんなのが入ってるだけでも大進歩じゃないですか、はい、とかあとはさっきねちょっと思わず半笑いになってしまいましたけどその取材歌というか挿入歌の「タイムトゥセイクバイ」前回だと,、えー、とサラブライトマンがね 2回も出てきて歌うっていうのがありましたけどあのエンドクレジットに一応流れるけど今回サラ・ブライトマンじゃないし、まあ、ちょっと控えめな扱いってあたりもね、まあ、ただね毎回無理くりサラ・ブライトマンが <laughs> 出てくるみたいなのも嫌いじゃないんだけどね <laughs> えまたみたいな <laughs> そういうのも嫌いじゃないんだけどあとさらに付け加えれば本当にね些細なことですけど今回はなぜか最後に監督クレジットが止まんないね前回ピタッて止まる今回止まんないんですよ。 はい、前回、そのね出来が散々だった上に監督クレジット止まるからうざいんじゃねえみたいになりましたけどあのむしろ今回こそ自慢げに止めたっていいんだよぐらいの自慢げに止めたって腹立たないぐらいの出来なのに今回ちゃんと止まんないみたいなねそういう違いもありました、えー、はいまあいろいろねちょっと褒めムードでねぐいぐい進めてきましたけどもちろん、ね、さっきも言ったようにツッコミどころとかもうちょっとなんとかならなかったのかってところはもういっぱいありますよ。それはそれうういいいいことと言い出したら切れないぐらいある、えー、とまず まあこれは半分しょうがないこととはいええー、と観光地巡り的な部分ね観光地、まあ、その分かりやすくアンダラシアですよみたいなところは ももううちょっっとスマートにに処理でできなないいいんんすすかかねねて思ま普通に観光してるんじゃんこれみたいな特にフラメンコのとこですかねアンダルシアに行ってからのフラメンコとさっき言った黒田とねえー、とその進藤ゆかがギクシャクしたラブシーンをカットバックするんですよこういうのとかああなんかもうなんか自分が一体何に対して気まずさを感じているのかよく分からなくなってくるっていうねラブシーンは気まずいわこのカットバックなんかダサいなみたいな感じでなるし。 えでそのねフラメンコを見ている伊藤英明一応そのね親子連れち、えー、父子がねこういてそれが気になるっていう一応お話上のリンク一応一応あるけどさ基本、ただ見物してるだけじゃん伊藤秀明さこういうのってさこういう話の間にこういういただ見物してますみたいなのが入るとさ緊張感著しくそぐから本当やめた方がいいと思うんですよね。ああとはあのお前ら そこで秘密の話し合いすんの目立つぞっていうとこでの話し合いとかねあの闘牛の練習場闘牛の練習場のとこあのものすごく目立つと思う声も響くしね <laughs> みたいなとかねあとはよりによってそういうシーンとの絡みで出てくる福山雅治さんですねえー、前回も出てきましたね世界的ジャーナリスト世界的プレイボーイみたいな役でえっ、ー、と、まあ、前回はアマルフィーは2回出てきたんですよ 今回、連続クリジット含めて出番3回に増えてるんですよ、その上セリフも増えてるんですよね、これちょっと正直、何考えてるんだってところですね、福山さんは、これ、容疑者、X の検診の時も見ましたけど、もともとちょっとあんまり映画的なハンサムとは言い難い、うん、少なくとも重たい話とは非常に組や合わせが悪いっていう話をしたと思うんですけど、えーとまあ、そういうのは別にしても。 今回、さすがにちょっと出番とかセリフが多すぎてですね要は非常にデフォルメしたキャラクターだしデフォルメした演技をされてるわけですよ、福山さんはこのキャラクターをそれがあんまり出番が多いから美味しくなくなっちゃってるんですよね、福山さんが完全に損してると思います、これ。というふうに、本当にうんなんか,かわいそうな感じになってたと思いますただ、ただ、これもですねさっき言った黒田童貞レベル説ありましたね、黒田童貞レベル説との対比ということで考えると このキャラの存在意義もちょっと変わってきますよね。要は、<laughs> 童貞の黒田に対してものすごいやりちんの、えー、福山さんっていうのがあるとすると、あ、そこ、あそこでの黒田の態度、なるほど、みたいな。<laughs> で、その、実際にやりちんのこいつよりも童貞の黒田が活躍する話で、なんだよ、してやられたっていうね。そういうふうに見ると、なかなか存在意義あんのか、みたいな。<laughs> はい。っていうか、そう考えると、今回の福山さんの出番が増えていることとかって、結局、 黒田童貞レベル説強化を革新的にやってるとしか思えないんですよね。<laughs> みたいなことだと思うんですよね。<laughs> はい、で、まあ、その福山さんが、えー、また出てくる、3度目また出てくるみたいなことも含めてですね、エンドクレジットのとこから後、あと後日談が続くんですけど、そこはもうダラダラ続きすぎ、うん、はっきり言ってやっぱスマートじゃないです、うん。この話に求められるスマートさを損なってるのは間違いないと思います。はいえー、あと まあやっぱりあのクライマックスのある仕掛けがあるんですね、仕掛け黒田をめぐるある仕掛け、あるいは全体を通して出てくる謎の黒幕、ルカスさん、正体は誰なんだみたいな話があるわけです、あのねいくらなんでも今時の観客でこの仕掛けにびっくりするやつはいないよ、<laughs> この2つの仕掛けに、もう案の定、まあそりゃそうだろうみたいなことにし,にしかならなくて。 その割には演出とかも含めてやっぱ引っ張りすぎだしそこにお話的な頂点を持ってくるのはいくらなんでも弱いだろうっていうのは間違いないと思うんですね。うんなので、うん、と,とも関係しますけど最後に、まあ、ある真相を、ね、そのがある登場人物から明かされて。まあ 事件のあの夜起こったことみたいなのが全部明かされるんだけどそのあの夜起こったことみたいなのが何度も回想シーンで繰り返してで少しずつ明かされていくって作りの割には最後のピースがはまったところで別に何の意外性もないんだよね <laughs> だから全く盛り上がんないっていう作りになっちゃってなのでアマルフィーよりつまらなかったっていう意見もあり得るとしたらおそらくこのお話としての決定的な推進力の弱さ そして最終的に何一つ予想の上を言ってくれないっていうねそういう意味ではお話的にはやっぱつまんないってつまんないじゃあつまんない <laughs> そういう意味でまあ手放しで人に進めるレベルの分かりやすい面白さっていうにはやっぱりまだまだ足してないっていうふうには思いますそれは確かだと思います例えば、えー、最後に明かされる真相によって実はそのヒロインがのもっと遠大な復讐譚だったねだって女神の報復なわけだからさ 実は現代な復讐団だったその子供の時からの恨み全部そこ繋がるんだみたいになるぐらいじゃないとちょっとあんま納得できないですよねこれとかねはい、えー、クライマックスではなんか大取り物が、えー、あるのがそれがまあ、おと望みの処理みたいなのこれはまあありだと思うんですよねはい、えー、だと思いますあとはですねえっ、ー、とさっき言ったクライマックス、えー、クライマックスっていうかあのエンドクレジットですねエンドクレジット手前のえっ、ー、と大落ちがあるつくわけですねまあヒロインに関するあるまあ、ささやかな あるる真相がが明らかになる大落ちがつくわけですよこれ演出としてはとてもいいところだと思いますそこも含めてこのヒロインゆかの事故、えっと、の記憶の描き方、ね、ラジオの曲からこう記憶がこう呼び覚まされてその音の演出とかも,もうアマルフィとはもう比べもにないお音楽でかっこいい演出やるんじゃんみたいなすごくいい良かったんです演出としてはとてもいいんだけどお話的にはちょっと飛躍しすぎの感も否めないですよね うん、その手前にある黒田の説教も全然説得力ないしねお前何言ってんのってこじつけじゃんみたいな、うん、感じもしちゃいますけどねあとはその、えー、ヒロインゆかがですねまああるこう転換をキャラクター的転換を見せる場面があるわけですけどそれはねやっぱりクライマックス黒田の前で起こるべきですよね伊藤英明の前で起こってもあんまりなんか,なんか盛り上がらないね黒田がの前でそれを見せるから童貞黒田はガチョーンガチョーンもしくは分かってたよっていう あの苦渋のねあれなのかっていうねところもあると思うし、うんうん、そこもなんかちょっと飛躍があるなとあとですね、えー、開らくらって弱いなというとこあと,、えー、とそのヒロインの床が GPS を仕掛けられていますとかあとインターポールに内通者がいるっぽいとかそういう結構な結構な事態ね結構な振りがその後全く生かされず回収されずっていうのもちょっとずさん って言っていいとこなんじゃないかなというふうに思ったりしました、えー、あとはまあそうですね好みもあると思うけどあのモロユージュアルサスペンスのあの演出とかねうんどうかなっていうのありましたけどねただまああの床のキャラクターをえっ、ー、とそのポーカー,ポー,ポ,ーポーカーとこう黒田とこう戦うそのポーカーの手を黒田が知ることで このヒロインの性格をこう知るみたいなああいう描写とかはうまいななんて思ったりしましたけどあとはですねあの前作よりかなりマシになったとはいえやっぱこいわゆる外人演出どうしてもなんかね1個間が抜ける感じはちょっとありますね特にひどいなと思ったのは、えっと、ヒロインのゆかが住んでる部屋の管理人のおばさんが出てくるんですけどあのおばさんの感じとかね。なんかかカメラから目 目をそらすので精一杯みたいな感じがちょっとなんかどうかなみたいに思いましたけどどうせ外人出すんだったらですね昔の角川映画ばりにですね「ここは一点豪華主義」ねもうちょっと旬を過ぎたっていうところでいいから。 世界的俳優ハリウッド俳優とか、まあ、例えば「復活の日」にね、うん、あのロバート・ボーンとかグレン・フォードとかが出てるみたいなヘンリー・シルバーが出てるみたいなそういうキャスティングの気合い入れたっていいんじゃないそ,のちょっとそういうところにバブル感出すのは全然いいと思いますよみたいなねええー、ことだったりするんじゃないですかね、まあ、あとツッコミどころでいうとねこれもツッコむ人多かったですけどあの伊藤英明さんの電話がねこぷーってなって「着信警視庁」ってなって「バカじゃないの?」っていう。 そういういとこやっぱね相変わらずバカじゃないのみたいなディテールはあるんだけどねというねということでまあこういうふうにディテールとしてのダメなところみたいな話をすれば確かにアマルフィーにも負けないぐらいあるまだまだあるっちゃあるんですよただこれ今回のに関して言えば僕はこれは良くなる余地はあるっていうふうに捉えられるぐらいそういう前向きな言い方ができるほどやっぱり今回もっと根本的な部分で前作とは比べになるものにならない うーんほど良くなってるといいう,うに僕は思いましたあのこれなら希望が持てるっていうか応援したいですはっきり言ってこの作り手たちはガッツがある、うん、あんだけ人気もない評価もないシリーズをねっってもう完全にガッツしかガッツしかなくねこのシリーズ、うん、もう一回良くするってさだから俺そこは本当になんかそのリベンジ魂買おうきゃねえだろうっていう感じだと思うのねさっきも言いましたけど志が低いものだったらいくらでも足ざまに言いますけど うん、はっきりここまで志示されるとなんか俺はどうしても小ばっかにするだけにはどうしてもそういうタダは取れないというふうに思いました、はい、でねその結果としてですよまさか自分がこんなことを言うとは本当にほんのちょっと前まで夢にも思ってなかったんですけど黒田作次が見たい <laughs> あのね次辺り本当にかけねなしの傑作が生まれたっておかしくないよっていう。 そんぐらいのなんか余地があるんですよ、本当に。えー、そんぐらいですね、やっぱり、あノウハウの積み重ねとかって大事だなとか、ね、あのー、一回海外ロケ慣れたから、こういう、例えば、中盤のアクションシーンとか、絶対そういうのあるでしょうし、はい、ノウハウの積み重ね、進歩っていうのは、あの確実にあの感じられる一作だと思います。冗談抜きで、うん、あのー、なんていうかな、うん、イメージだけでなんか言うのはやめた方がいいかも。という程度には、本当に割と本気でおすすめです。